皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回はパワード怪獣パート1について紹介していくぜ。パワード怪獣？どんな怪獣が出てくるのかしら。凄まじい強さを秘めたパワード怪獣たちの能力や活躍について詳しく紹介するから、ぜひ楽しんでくれよな。それは楽しみね。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。パワード怪獣は、ウルトラマンパワードに登場する怪獣のことを言うんだ。何か特徴があったりするのかしら？ああ。ウルトラマンの怪獣を生物的にリファインするという傾向のもと、よりリアリティあるデザインになっているぜ。さらに、パワード本人が強いため怪獣も強いという、マックスの先駆けのようになっているんだ。強い怪獣が多いのね、ワクワクするわ。最初に紹介するのはパワードバルタン星人だ。ウルトラマンパワード第1話、銀色の追跡者に登場した。体全体がメタリックな青色で、従来のバルタン星人と比べると優先型で鋭いデザインが特徴的な個体だな。こっちの方が強そうに感じるわね。確かにな。能力としては、両手のハサミから放つパワードをも吹き飛ばす威力を誇る衝撃波、フラッシュ粘土波があるぜ。他にも、バイオビームというのも放てるんだ。1話の敵にしては強すぎない？わかるぜ。また、セミやトンボのような美しい羽を持っていて、空中をマッハ27の超スピードで飛行することもできるんだ。何いるウルトラシリーズの敵の中でもトップクラスのスピードじゃない？もちろん初代の要素もあって、テレポーテーションや分身能力、攻撃を受けても脱出して起き上がる能力、そして高いジャンプ力を持っているんだ。忍者らしい能力は健在ってことね。あとは、バルタン星人といえば凄まじいテクノロジーよね。そこのところはどうなの？知能指数は具体的には不明だが、バイオテクノロジーが発達しているらしく、新生物の創造すら可能なレベルらしいな。新生物の創造？段違いのレベルじゃない。劇中では、多くの惑星を滅ぼしてきた凶悪な宇宙人という立ち位置で、ウルトラマンパワードは、彼らを追って地球に飛来したんだぜ。移住しようとかじゃなくて、単純にヤバい奴らってことね。ああ。そして大型母艦で地球へ接近するように飛来すると、月の裏側へ入り停止し、そこから3体の先遣隊を地球へ降下させたんだ。いきなり攻撃に入るわけじゃなく、しっかり相手の分析をするってことね。さすがだわ。先遣隊はロサンゼルスの倉庫街で新薬の準備を行い、調査に訪れた死刑の警官を襲っていたりしていたが、ウィナーのエドランド隊長たちの活躍によってその行動が暴かれてしまったぜ。あれ、案外ちょろかったわね。バレてしまった先遣隊は、合体して巨大な一体のパワードバルタン星人となり、死骸の破壊を始めるんだ。合体からの巨大化能力、この個体にもあるのね。それにしても、このままじゃ危ないわよ。そこに訪れたのが、解体員と合体したパワードだぜ。二人は激しい格闘戦、空中戦を繰り広げたんだ。まさに死闘という感じの凄まじい戦いだわ。だが、最後はパワードの必殺技メガスペシウム光線を喰らい、緑色の閃光を残して消滅したんだ。これで地球はひとまず安心なのかしら。パワードバルタン星人の母艦は、先遣隊の敗北を受けて一旦地球から撤退するも、その後も密かにパワードの戦いを監視し続けていたんだ。そして、彼の戦闘データを着々と収集しているんだぜ。戦闘データの収集って、手の内がバレるのは戦いにおいて避けたいことよね。そうだな。そして最終回、彼らは王であるサイコバルタン星人と共に、1.6km に達する巨大母艦で再び地球に襲来するんだ。王様まで顔を出すなんて、大掛かりだわ。しかし、最終的にはサイコバルタン星人たちは、パワードの仲間と思わしき2体の赤い玉となった M78 星雲人とスカイハンターのビーム攻撃を受け、母艦もろとも爆死して全滅したんだ。まともに戦ったら勝てなかったかもしれないけど、あっけない最後だったわね。という感じで、1話からその強さを知らしめたパワードバルタン星人だけど、実はウルトラ怪獣擬人化計画では美少女になっているんだぜ。美少女に？それがこれだ。当時は初代バルタン星人を差し置いてのまさかの参戦で、詳細が発表された際には驚いたファンも多かったことだろうな。びっくりすぎるわよ。デザインの方も、宇宙忍者の別名を意識してか、くの一のようなセクシーでスタイリッシュなデザインになっているぜ。
そうね。背中の羽が腰回りを覆うスカートになっているのが好きよ。あとは、鋭利な形状の頭部がウサ耳のような形状になっているな。全体的に女性らしいアレンジが施されているわけね。次に紹介するのはパワードケムラーだ。第2話、その名はウルトラマンに登場した、森林地帯に出現した毒ガスを操る怪獣だぜ。毒ガスは恐ろしいわね。それ以外にどんな特徴がある怪獣なの？普段は地底で眠っているものの、餌を取る際に地上に現れるという生態を持っているぜ。ウィナーのデータベースでは1976年4月4日に中国の湖南省で大暴れしたと記載されていたな。過去からいる怪獣なのね。デザインとしては、他のパワード怪獣同様にまがまがしい形状をしているぜ。頭部はドクロのようにゴツゴツしていて、下顎から牙が大きく突き出しているところが恐ろしいよな。なんとなく爬虫類っぽいイメージね。確かにな。能力としては、背中の二股の甲羅を広げることで太陽熱を吸収し、エネルギーにすることができるぜ。甲羅がソーラーパネルの役割を持っているってこと？便利じゃない。さらに、体内に蓄えられた濃縮硫黄を、二股の尻尾の先から黄色い毒ガス、ブラッドガスとして噴射するほか、口からは長い舌を伸ばして獲物を捕らえるんだ。もちろん唾液にも硫黄が混じっているぜ。近づくことすらはばかられるわね。劇中での活躍も気になるわ。劇中では、山中でキャンパーや牧場の牛を襲撃していて、調査に訪れたウィナーと対峙することになるぜ。その際は、餌で誘導しようとするも、運転手のカイが逃げ遅れたキャンパーを目撃したため、パワードに変身して対決するんだ。人命救助のために危険な怪獣と戦うなんて、やっぱりヒーローよね。そして、最後はパワードによって背中の甲羅をこじ開けられ、ストライクビートルが発射したミサイルで脳を撃ち抜かれて倒されたぜ。倒され方が結構エグかったわね。続いて紹介するのはパワードレッドキングだ。第3話、怪獣魔境へ飛べで登場した怪獣たちだぜ。怪獣たち？一体だけじゃないの？そうなんだよ。この時には舞台をギアナ高地に移していて、文字通り真っ赤なオスのレッドキングと、初代と似た配色のメスのレッドキングが登場したんだぜ。オスとメス、夫婦なのかもしれないわね。そうだぜ。現地ではレイロホと呼ばれていて、オスは投石技リフティングクラッシュ、メスは尻尾での打撃テールハンマーを得意技としているんだ。性別によって得意技に違いがあるのも面白いわね。劇中ではどんな活躍をしたの？当初はメスだけが登場し、初代同様にチャンドラーを倒しているぜ。怪獣同士のバトルがレッドキングの醍醐味よね。そして、現れたパワードに痛めつけられたメスが悲鳴を上げると、それを聞きつけたオスのレッドキングが来襲したんだ。自分の大切な相手が痛めつけられているんだし、きっと鬼のような形相でしょうね。そうだな。そして、数の有利を生かした夫婦の力で強敵パワードに襲いかかるも、メスがパワードを崖から突き落とそうとして、誤って自分が落ちてしまうんだ。え？大丈夫なの？残念ながら、崖から落下で絶命してしまったんだ。また、オスはそれを追いかけようとするも、パワードにとどめられ、戦意喪失してしまうぜ。そんな、報われないじゃない。そうだな。だが、これまでのパワーばかりで頭の足りない乱暴怪獣という設定から抜け出し、他者には凶暴ながらも、夫婦に対しては強い愛情を持つ、本当に赤い体表を持つという、これまでのレッドキング像に一石を投じた存在だったんだ。できることなら、二人で幸せに暮らしてほしかったわね。ちなみに、第10には、パワード暗殺計画でオスの個体がパワードドラコに残殺されてしまうが、3話の個体化は不明だぜ。そうじゃないことを祈るわ。次に紹介するのはパワードチャンドラーだ。同じく3話に登場したんだぜ。さっきレッドキングにやられたって言ってたわね。ああ。こいつは初代のものとは違い、ドラゴンを思わせるかのような外見が特徴的だな。体の色が緑色なのもドラゴンっぽいわね。能力としては、2枚の翼を持ち、ウィンドスパイラルと呼ばれる、風速80キロの突風を発生させることができるが、空を飛ぶことはできないぜ。体が重いのかしらね。また、主な武器は岩壁に穴を開けてしまうほどの鋭さを持つ角やくちばしでの一つ、鋭い派手の噛みつき、爪に仕込まれた、生物が触れると3分で死に至る猛毒の4つだぜ。毒が特に危険ね、触れられたら終わりよ。
さらに、視力も優れていて、腕力もレッドキングと互角に渡り合うほどに強いと、かなりの実力者なんだぜ。すごいじゃない、劇中での活躍も気になるわ。劇中では、UC 前の巨大生命体の生き残りと言われていて、存在の確認はされていたものの、人畜無害な生命体として放置されていたんだ。むやみに駆逐しようとしないのが偉いわ。そして、キアナコーチを訪れたテレビクルーの前に出現し、メスのパワードレッドキングと縄張り争いを繰り広げていたぜ。レッドキング相手にも尻尾に噛みついたりパンチで前線したものの、レッドキングに岩壁に叩きつけられ、頭部を強打し絶命したんだ。十分頑張ったと思うわ。ゆっくり眠ってほしいわね。そして最後に紹介するのはパワードピグモンだ。こちらも同じく3話に登場するぜ。ピグモンといえば怪獣の中でも人気よね。そうだな。今作では、古くからギアナ高地の洞窟で暮らしてきた小さな怪獣で、南米の伝説として知られているんだ。伝説？ユーマっぽい感じかしらね。そうだな。人間の使う道具に興味を持っていて、ギアナ高地を訪れた人間の持ち物を少しずつ住処の洞窟に持ち帰っていることから、現地の人々から小さな泥棒と呼ばれているんだ。ちょっと可愛いけど、盗みはいけないわよ。知能的には人間の5歳児から6歳児ほどで、動物でいうとカラスと同等だな。ふむふむ、能力があったりするの？これまでの個体と比べ、険しい崖の多いギアナ高地に生息しているためか運動性は高いが、それでも非力だぜ。だが、危機を察知する能力が発達しているんだ。危険な場所でもこれなら安心ね。劇中では、パワードレッドキングとパワードチャンドラーの戦いに巻き込まれて負傷した。テレビの取材クルーを洞窟にかくまってくれたぜ。めちゃくちゃ優しいじゃない。そして、パワードがレッドキングを退けると、脅威のなくなったギアナコーチに降り立ち、帰っていくクルーとイナーを見送っていったんだ。何気に生き残るピグモンって珍しいわよね。よかったわ。ということで、これでパワード怪獣の解説を終わるぜ。強力な怪獣ばかりだったわね。デザインもかっこよかったわ。そうだな。他のパワード怪獣もまた紹介できたら嬉しいな。とても楽しみだわ。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。